出しましょう、親密感醸しましょう、新婚感。いっそ就職として結婚するというのはどうでしょう。あ、もちろん契約結婚ですよ、もちろん。そのうちなんて思ってたらそんなもの怖いからね。結婚って何のメリットがあるんだろうって思ってしまうんですよね。まあ結婚は永久就職とかって言うからね。平正さんのこと私好きになってしまった。もう僕にとってそんなに簡単に手放せるものではないんです。